はい、皆さんこんにちは、マネルギルビッシュです。では今回は新ギレンの野望シャーシナンジュに乗る続きをやっていきたいと思います。前回はトリントン基地を強襲してですね、ここを陥落させて、いよいよジャブロ攻略作戦が発動されたというところまでプレイをしてきました。今回はジャブロ攻略をね、始めていきたいと思います。進軍ルートなんですけども、まずですね、マップで見ておくと、このジャブローなんですが、まあ、大きく言って、マップの上側、そしてマップの下側で、補給ラインが分かれてしまっている状態になってます。で、上から進軍した場合はですね、敵の基地中枢部まで補給ラインが届いていない、通っていないというマップになってますので、今回はですね、このマップの下側から侵入していきたいと思います。その過程で、このリマをこう占領して、ハワイからリマに補給ラインをつなげて、ジャブローの中枢部までジオンの補給ラインをつなげるという作戦を取っていきたいと思います。では早速進軍していきましょう。進軍ルートを選定するのはね、とても重要ですからね。ここはしっかりと補給ラインをつなげるルートを確保していきたいと思います。ズゴック隊はね、やっぱり海辺から入ってもらいたいので、海辺に進軍していきます。では部隊を予定通り、侵入させていきたいんですが、ちょうど目的としていたリマにミデアが展開している状態なので、一部部隊を残してですね、このミデアの撃破を行って、その後侵入という動きにしていきたいかなと思います。では部隊を投入していきたいと思います。まあ、シャアのシナンジュはもちろん、他の部隊も攻撃をね、仕掛けて、いきたいと思います。ではジャブローの攻略戦です。まずは補給の、ね、拠点を確保しに行きたいと思います。補給ラインをつなげないとね、ちょっとジャブロー攻略、シャアのシナジュでも息が続かないということになると思うので、そこはね、注意していきましょう。その鉄壁の守りは崩れつつある。ジオン軍は戦力を結集し、連邦軍の牙城に挑む。まあ、具体的にはここですね、画面マップ左下密林、ここだけ赤くなっていて、これハワイから補給がつながっているので、ここをね、取ってから進んでいきたいと思いますので、前期そっちの方向にまずは向かっていきましょう。このズゴックだけは足が遅いと思うので、ドムを出して、ドムが普通に進軍、ズゴックを乗せて進んでいきます。では補給ラインをつなげちゃいましょう。ここを制圧して一気にね、ラインをつなげました。この後、シナンジュは、さらに前に前に進んでいっちゃいましょう。補給のラインがまだ完全につながってないという状態ではありますけども、この後補給のラインはつなげることを前提に、軍は前に押し出していきます。では、ここから、シナンジュの、無双ぶりをね、ご覧いただきましょう。まあ、感知も使って、確実に敵をね、攻撃していきましょう。で、ここにあるレーダー施設を破壊して、占領してしまえば、ここもね、補給線がつながります。まずは補給線を、まあ、しっかり、つなげていくと、いうことからね、やっていきたいと思います。まあ、シナンジュで敵を
6機、さらに反撃で6機、合計12機壊していくペースが実現できれば一番理想的なんですが、まあさすがにねそこまでいかないと思うので、このターンでね、クリアできなくても次のターンで中枢までたどり着けるように計画的に運んでいきましょう。ここでシナンジュが何機落とせるか、まあ、スレッガーとかもいたみたいですし、まあ、ジムコマンドクラスになってきてるので、まあ、そう簡単ではねもちろんなくなってきてるかなっていうのはありますけどね。ここは4機撃破までですね。ジムキャノンガンタンクの更新になります。思ったより進軍できていませんが、補給ラインをつなげる作業は順調なので、このまま補給ラインをつなげていきたいと思います。ここも反撃でどれだけ倒せるかですかね。ストライカーとかもいるし、できればね中衛後衛の敵を倒しておきたかったんですけど、一気残しですかね。ストライカー一気残しですね。格闘仕掛けてきたやつは反撃で撃墜できると思うので、まあ、6機中5機撃破という結果であれば悪くないですね。ここもカイシデンとジョブジョンがいますけど、確実に3機撃破しておきましょう。ストライカーのねシャアのシナンジュをスタックさせました。これで3機撃破、さらに前に進んでいきます。では次のターンに持ち越しましょう。補給ラインが思ったよりしっかりつながらなかったので、前半ね苦戦してしまった分進行が遅れているという状況ですね。ここはまだ十分に取り返せると思うので、しっかり次のターンで、スピードアップをしていきたいと思います。ジャブロー攻略戦続きになります。いかにシャアのシナンジュをうまく使っていくかというところになると思うので、まずはねシャアのシナンジュを回復しながら進めていきたいと思います。このターンでね、ジャブルを中心部占領してしまいたいので、一気に仕留めに行きましょう。シャアのシナンジュでどこまで削れるかですよね。結局ねここもアレックスとか出てきてるんで、このアレックスをね、撃墜して、さらに追加で何機撃墜できるかっていうのがねポイントになってくるかなと思うんですが、アレックスにストライカーが行く、いや大丈夫だね、シナンジュがストライカー、ジムコマンドにストライカーという形で攻撃当ててくれました。これでまた一歩前進できるかな。敵はね、造園というか工場を作ってくるんで、その工場で作った敵兵器が出てくる前にね攻撃をやっぱり当てていく必要があるの。ガンタンクがここでやられたか。頑張ってくれたガンタンク、ここで撃墜されてます。シャアのシナンジュは一度ここを制圧する動きに使うとちょっともったいないね。なので疲労度がちょっと上がってきてるシャアのシナンジュですが、ここはこの6機を潰す方が先だよね。ピクシー、ストライカー、コマンド、ここを先に倒しちゃいましょう。なので一旦ちょっと下げるのを、シャアのシナンジュをここで回復しながら攻撃を当てるという方針にしましょう。
で、ゾゴックもちょっと減ってるので一旦下げます。フロンタルはこのまま攻撃を仕掛けます。これで一通り攻撃ができるかな。さあ、これで敵の拠点ジャブロを中枢に迫っていきます。面白い。フロンタルでミディア、カイを撃墜はできないが、思ったよりしっかり硬いですね。ジムコマンドを沈めて、フィッシュアイも2機撃墜。このターンで決めたいところなんでね、ちょっと無理してでも進軍はしたいと思います。シナンジュがちょっとうまく機能しない攻め方を今してしまったのかな。ガウが落とされる。フィッシュアイが強いよね。補給船が立たれるとめんどくさいので、ドムをちょっと救援に回しましょうか。この補給船はあってもなくてもあんまり変わらない補給船ではありますが、ここはやっぱりしっかりいい覚悟をできるところはね、しておきたいかなと思うので、で、このフィッシュアイには手出すのやめましょう。やけどしそうな予感がする。さあ、ここでこの正体不明機を潰しちゃいましょう。探知をして、正体不明が、ジムサイパー2水中型ガンダムガンダムピクシーだと判明したという中でね、これらを一気に制圧していっちゃいましょう。水中型ガンダム一気残しですね。ガンダムピクシーを落とせなかった。ベリーハードたるゆえんだと思うんですけどね、この硬さというものは。さあ、ここで決めたいですよね。なんとかね、ここで決めちゃいましょう。さあ、これでジャブロが丸裸になったので、あとは進軍するだけなんですが、これ次復活するんじゃないかな。あ、大丈夫だね。これでじゃあここを占領できるかな。占領しちゃいます。だは、復活するよね。なんか復活するんじゃないかなと思いましたけど、やっぱり復活してた。となるとこの回での攻略がちょっと難しくなってしまいましたので、次のターンに持ち越しですね。どんだけ引っ張るんだって話なんですけど、次のターンに持ち越しになりそうです。ただもう虫の息だとは思うので、ここは早めにね、この戦いを終わらせにかかりましょう。ではここでね、連邦の息の根を止めにかかりましょう。いよいよ最終局面というところまで持ってきましたね。まあ、一応ね、あの敵に制圧されないように、奪われないように気をつけながらですね、この最後の拠点を抑えたいと思います。絶対に入り込まれないようにね、しっかり周りをゾーンオブコントロールで固めましょう。これでストライカーを仕留めて、ここにジャブローが再びいいあらわになったというところになります。ここを占領すれば攻略完了です。まあ、ベリーハードなんでね、それなりに苦労はありましたけど、
まあ、シナンジュとシャアの組み合わせが、ユニコーンとアムロの組み合わせほどではないにせよね、しっかり機能してくれたので、ベリーハードでここまで来れました。では、これでエンディング見ていきたいと思います。敵本拠地の制圧に成功しました。敵軍は本拠地を失い、戦意を喪失しています。もはやこれ以上の戦闘は必要ありません。我が軍の勝利です。赤い彗星、シャア・アズナブルの活躍によってジオン公国軍は戦いに勝利した。80年にわたる地球連邦政府による地球圏の支配という歴史に終止符が打たれ、ザビ家による独裁政権が樹立する。だがその独裁政権は瞬く間に瓦解する。ジオン勝利の立役者であるシャアがザビ家に反旗を翻したからである。父の無念を晴らしたシャアだったが、戦いの中で新たな目的を見出していた。それはニュータイプによる人の革新。シャアは人類が誰も見たことのない新たな地平に向かって歩き出す。自らの信念を胸に。はい、ということでエンディング見ていただきました。いかがでしたでしょうか。またね、ギレンの野望は違うシリーズも含めていろいろやっていきたいと思いますので、また覗きに来てくれたら嬉しいなというふうに思います。